にこんなすごいの用意したんだけどな。おお、これなんというごちそう。じゃあみんな、おい、僕たちだけでラジコンやろうか。すごいな。いいためな。俺もレースクイーン大好きなんだよ。この番組は第一工場の提供でお送りします。第一工場、タモリさん、いかがですか。俺の集めた一流どころのレースクイーンの方々は来るでしょ。そこで今日はですね、このラジコンにチャレンジするわけでございますけど、なんでこういう系統を集めてラジコンなんだ。あのですね、今やっぱね、ラジコンっていうのがステータスになってるわけですよ。ラジコンのこっちは持ってくるんだけど。うまいですね。うまいですね。最近その対応法っていうのやってんだ。じゃあ私も一つ、このファジーな時代にこのラジーをかます、面白くないですね。うまい。このラジコンって普通どういうイメージがあります？いやー、楽しみだよ。で、競技するレースというレースあるでしょ。違うんですよ。我々2の間ではやはり人と競われるってのは良くないんですよ。このラジコンで何をするか、車庫入れに挑戦していただきます。どうせだったの？早生まれなんで、高校卒業して1年は経ったんですけど。そうですか。じゃあそれ、なんかここで警告たるけど。じゃあ、どうだ、角度は何度ぐらいですか？いや、分からないですね。37、38度だ。どういうお手入れしてるんですか？37、8度なんて驚くない。俺なんか25度ぐらい。何の角度がですか？おじさん、もう27度まで下がりました？90度。それではですね、エンジャーお願いします。はい、さあ、行きました。緑のバンカーがいいですね、いいですね。いい角度で入ってきましたね、これが。さあ、バックです。おっと、おっ、エミちゃんためらったね、ちょっと今。エミちゃん、バックは得意ですか？ちょっとこれ、ラジコンの醍醐味ってやつやってる。そう、やったー、エミちゃん成功、おめでとう。時間競争で、時間競ってます。あらー、残念だな。今日タイムキーパー来てないんだよ。続きましては、エントリーナンバー2番は、あの名門岡本夏樹を言いました、日清カップヌードル本田サーキットから山本美幸さんです。なんとですね、タモリさん、あれの角度が一番強くて25度という記録を持ってるんです、このチームは。この何て言うんですか、スパンコール、すごいじゃないですか、これじゃないですか。いやー、美幸さん、タモリさん、変わりようだよ。おお、っと来た。くわー、この立ち川でやるかね。おお、どうですか、タモリさん。あ、もうちょっと、あ、すごい、この角度、このラメ、このまま5つ星に行こうか。ちなみに、輪尻、4尻、どちらですかね。いい輪尻ですね。いい輪尻ですか。すごい。そんなコーナーじゃなくて、ラジコンの正当なコーナーですから、ね、よろしくお願いしたいと思います。みゆきちゃん、どうぞ。さあ、みゆきちゃんのは黒ですね。おしゃれな黒。バックで見なきゃいけないんだ。バックですね、今の中は。免許持ってる？持ってません。だって、バックですから、逆にきっと、思ったら早いな、これ。そうそうそう、それぐらいからグッといっぱい切っといて、バック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 ダメということで、みゆきちゃんリタイアということでいいですね。それではタモリさん、私先生が一つ妙義を見せします。